お疲れ様です。ラフチャンネルのりのです。今日の動画はですね、西アフリカトカゲモドキの動画になります。で、何の内容かというと、うちにね、パターンレスという種類の西アフリカトカゲモドキのメス親がいまして、で、その子がね、また卵を産んだんですよ。で、すでにうちには6個、そのティラミスちゃんっていうね、パターンレスの お母さんがね、産んだ卵があるんですけれども、さらにまた2つ産んだことによって、今合計8個卵あるということで、ぼちぼちね、初めの産んだ2個が帰るとは思うんですけれども、その前に、まあ今回ね、改めて8個目のね、卵をね、産んだので、卵の管理方法ってどうするんだっけ？まあ、前々からちょっと動画で軽くは紹介したんですけれども、改めてね、こんな感じで保管してますっていうのをお伝えできたらいいなと思ってます。それでは早速本日の動画行っていきましょう。どうぞ。はい、こちらが今回ね、卵を産んだ西アフリカトカゲモドキのね、パターンレスティラミスちゃんとその卵です。今回ね、ちょっと発見が遅れてしまっていて、若干へこんじゃってるんですけど、まあこのぐらいだったら大丈夫でしょう。いや、にしてもね、大きさはこのぐらいですね。僕の第一関節よりちょっとでかいぐらい。まあ今まで産んできた卵よりかは少し小さい気はするんですけど、まあまあしっかりしたね、形の卵を産んでくれてます。で、卵ね、へこんじゃっても、ちゃんと水分、湿気ね、湿度の高いところで保管したら、また元通りに戻るので、一旦ね、回収したいなと思います。だいぶ疲れてそうですね、ティラミスちゃんも。で、今回の動画、卵の管理方法なんですけど、使用するのはこちらのバーミキュライトを使います。やっぱり腐葉土とか、いろんなね、土、栄養分がよく含まれている土を使っちゃうと、こう、湿度で、細菌がね、増えちゃって、で、卵の中に菌とかね、カビとかが入ってしまうと、卵は腐ってね、死んでしまうっていう現象が起きちゃうので、バーミキュライトだとね、だいぶそういった現象がね、起きなくてね、いいかなと思ってます。で、中にはハッチライトとかいう白色のね、爬虫類の卵を孵化させる専用の、まあ、砂っていうのかなっていうのがあるんですけど、まあ、どこでも手に入りやすいバーミキュライトでもね、代用できるので、今回はこちらを使ってます。で、霧吹きして湿らせました。で、人差し指で軽くね、こうやってへこみをつけてあげます。こんな感じですね。で、卵のね、上の部分をひっくり返さないように。これね、産み落とされて、時間経っちゃうと、もう卵の上下が決まってるので、絶対に上下をね、ひっくり返さないようにして、埋まってた位置のまま埋め直すと。まあ、卵の半分ぐらい少しね、土に埋めるって感じです。で、やっぱこう、ひっくり返っちゃったら困る人はね、マジックとかで軽く上部に印をつけてね、扱うといいと思います。まあ、こんな感じですね。若干へこんでるけど、このぐらいだったら全然回復するんで。はい。これでね、終了です。で、今回ちょっと、へこんじゃってるんで、少しね、水分を多めにしてます。うん。いい感じですね。で、できるだけね、卵にはあんまりかけないようにはしたいんですけど、まあ、ちょっとへこんでるってことで、がっつりね、霧を吹きました。で、蓋を閉めて、終了。一応空気穴は開けてます。こんな感じですね。で、うちにはね、今回のに加えて、6つ卵がありましたので、合計8つになりましたと。で、産んだのがね、このティラミスちゃんが産みましたと。いやー、このちっちゃな体でよくね、まあ一度に全部じゃないけど、よくこんな産みましたよね。で、保管場所は、うちのペット部屋が28度で、位置の高い位置、天井に近い位置がだいたいね、28から30度ぐらいなので、その辺に置いて管理してます。で、部屋がね、暖かくない人は、冷温庫とかをね、使って温度を設定して温めてあげるといいと思います。だいたい2ヶ月ちょいでね、帰ります。ということで本日はね、西アフリカトカゲモドキ、まあ、レオパもそうなんですけど、卵の管理方法でした。それではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。